この研究で焦点となりますのは、人の大腿四頭筋です。大腿四頭筋というのは、ももの前面にある非常に大きな筋肉です。でここには3つ見えておりますが、もう1つ、この表層部にある筋の下のところにこの中間抗筋というのがあります。これは骨に付着しておりまして、表面からはほとんど見ることができません。でこの大腿四頭筋の役割ですけれども、膝関節の伸展に作用して、体重を支える意味から、地球上で行うほぼすべての身体活動に重要な役割を担っているが、この中間抗筋の機能的役割については不明な点が多いと。このテクニカルな問題を我々が第1期 のところで検証をいたしました。で今日出てくる筋肉はここに大腿直筋というのがあります。これ真ん中走っている筋肉で、そのすぐ下に中間抗筋がありますので、この2つをちょっと覚えておいてください。で先行研究におきまして、大腿直筋の腱ですね、腱を、転移の手術を行います。でこれハムストリングの屈筋の方に、転用する手術をしなければいけない患者がおりまして、でその際に大腿直筋への電気刺激をしまして、強制的に筋の収縮を起こさせると。でこれを健常人の場合と、比較したわけなんですね。でこれらの研究者は、この患者さんの場合では、ハムストリング屈筋になってますので、膝の屈曲のトルクですね、屈曲の力が出るかというふうに予想したわけです。で実際にやってみますと、そうではなくて、健常者の場合はこれ、上向きの膝の伸ばす方の力のが記録されたと。同じように患者さんの方でも、伸ばす力が記録されたと。でこれはちょっと予想に反していたということ でこの結果の解釈としましては、大腿直筋の電気刺激による誘発の張力が他の筋に伝達されて、膝の伸ばす力が発現したのではというようなことが後に議論されております。で他の筋というのがおそらくこれ中間抗筋の可能性が高いのではないかというふうに考えました。でこのような背景を持ちまして、本研究では投射性の股関節の屈曲運動により引き起こされた大腿直筋の筋収縮が、中間抗筋を含む他の大腿四頭筋の筋活動に及ぼす影響について検討することを目的としました。実験の概要ですけれども、これ皆さんが座っている様子を模式的に示したものです。で今回用いますのは、股関節の屈曲運動です。で座った状態で、膝をこう上に上げるような動作ですね、それを、動作として用いました。で参加した被験者ですけれども、成人男性10名で、運動課題は投射性の股関節の屈曲運動で、最大筋力の 25%、50%、75%、そして 100% で、股関節の角度を3つ設定いたしました。でこれは90度、それから110度、130度というように3つを設定いたしましたけれども、これよく見ていただきますと、大腿直筋というのはこの骨盤のところに付着しておりまして、股関節と膝関節をまたが2つの筋の二関節筋というんですけれども、二関節筋なんですね。ところがそれ以外の3つの筋というのは膝関節だけをまたぐ単関節筋なんですね。従いまして股関節をこのように角度変化を起こさせることによって、大腿直筋をこのちょうど130度になるとこのピンと張った状態になるというのを起こさせて、もしその力の伝達が起こっているとすると、そのピンと張った状態の方がより効率的に力が伝達されるのではないかということを検証したわけです。で筋の活動を評価したんですけども、これは表面筋電図という方法を用いました。でこれは、股関節屈曲時の筋の活動について示したものです。横軸が筋の収縮のレベルですね。で縦軸が、筋の活動の状態です。これは縦軸ですけれども、これらの筋は膝の伸展に作用しますので、最大の力を 100% したときに何パーセントぐらい筋が活動しているかという指標であります。でこれを見てみますと、まずピンクの大腿直筋を見てみますと、股関節屈曲運動を今回用いましたので、これが主導筋になりますので、このように筋の収縮のが強くなるに従いまして、大腿直筋の、筋の活動も大きくなると。で青の中間抗筋ですね、この筋を見てみますと、これもやはりちょっと右肩上がりになっておりますので、筋の収縮がレベルが上がるほど、筋の活動も高くなるということが分かりました。
で次のスライドは、投射区制の最大の努力で行った股関節の屈曲時の、筋の活動の比較です。これは関節角度の、股関節の角度変化の比較になります。で見てみますと、大腿直筋はこのように、他の筋と比較しまして非常に高い活動が見られると。で一方この3つの筋は、単関節、先ほどの単関節筋ですけれども、中間抗筋と内側抗筋と比較しまして、この110度、それから130度で、ここには意味のある差が出てきたと。ということは、この筋は何らかの、この筋とはちょっと違った何らかの役割があるだろうということが、ここから推測できるわけです。で、次は、横軸に大腿直筋の筋の活動をとって、縦軸に中間抗筋の筋の活動をとります。この理由はなぜこれをとったかというと、大腿直筋の筋の活動が大きくなると、この中間抗筋の筋の活動も大きくなるのかどうかということを調べたわけです。ところが、ここにありますように、R イコール 0.3 というのは、この両者の間には、統計的な、優位な関係が認められません。ぶっちゃけた話、これとここの大腿直筋の筋の、制御とこの制御がおそらくちょっと違っている制御であろうということを、意味しております。で以上まとめてみますと、収縮レベルの増加とともにすべての筋の、筋活動は増加しました。股関節角度の変化が中間抗筋の筋活動に影響を及ぼさなかったんですが、股関節角度110、130において中間抗筋は、内側抗筋の筋活動よりも優位に高値を示しました。そして大腿直筋と中間抗筋の筋活動の間には優位な相関関係は認められませんでした。で以上の結果から、股関節屈曲における中間抗筋の筋の活動の増加というのは、おそらく膝の関節ですね、これを固定するためにより筋が活動したのではないかというふうに考えております。で最後になりましたけれども、本研究課題に対して多額の助成をしていただきましたヤマハ発動機スポーツ振興財団に感謝いたします。また毎回温かい励ましのコメントをいただきました浅見俊夫審査委員長に感謝いたします。以上です。